そうだよね、始めるって言ったもんね。そう、数分後に始めた。真っ赤。そう、映えてる空の。そう、しんちゃんとあのムックとソロにしようと思って。いやい、覚えてくれているのですか。もちろんですよ、谷谷さん、また会いましょうね。目がチカチカする。一応目を育ててくださいじゃん。嬉しいよ一番。イエーイ。うん。なんかね、風も雨も強くなってますね。とても。だだだーん。うん。ご飯食べ終わったところ。あー、よかった。じゃあちょうどいい。とてもちょうどいいタイミングですね。ゆっくり見てください。覚えてほしいです。めっちゃ面白い。うん。しんちゃんの絵うまいねって、ネッチ。頑張って描いたのでね。昨日のイベントでなぎちゃんが麺の前到達してやっぱり小さい。小さいよね、なぎささん。めっちゃ可愛い。うん、赤似合う？嬉しい。うん。オンライン来てくれたら皆さんわかりますよ。うん。いつものんびり。ありがとう。嬉しいよー。いやー、なぎささんも大天使。天使。天使すぎる。かわいいよね。ちっちゃくて。かわいくて。お話し会で話したいことがたまってきた。おお、楽しみ。楽しみ。会おう、早く。なんか友達みたいな約束してしまった。早く会おう。フフフ。1983さん、くまちゃん、ありがとう。なんかくまちゃんの色変わってる。かわいい。こんばんは。握手会で会ったきり話してないですけど。え、タニアンさんさ、オンライン話し会来てくれたよね、結構前に。めっちゃ前。あれ何の話し会やったかな。失恋ありがとうかな。何やろ。うん、ダダダダン、思い出がいっぱい。ドマンさん、これはなんだ。お餅、ありがとう。顔と名前が何何何、一致してたらいいと思うってこと。昔からイベント行きすぎてメンバーの動線を確認してるから、楽屋戻るときに手振ってもらう。お、いいね。うん、緑のたぬき。そうね、篠太郎イコールミニオンですね。わさっぴさん、これなんだ、笹の木。いや違う、なんだっけ。いいね、なんだ、ありがとう。1983さん、お餅ありがとう。一眼レフ使えんやったと。なんかカメラの視点あるよね最近。なんかスマホのみとかありません？ね。
そうね、楽しみはとっちゅかんとね。3回もう3回もなるっけ。嬉しい。あ、1曲だけ。そっか。ドマさん、くまちゃん、ありがとう。どうももう空の挨拶にもらったぜ。10回ぐらいお話してる。確かにいっぱい会えてるわ。嬉しい。え、足しびれちゃうよ。毎度大きにめっちゃ関西って感じ。確かに一眼レースも重いよね。そうだよね。なんか最初から、え、最初にさ、イベント行く前に分かんないんですか、なんかカメラの指定みたいな。うん、1月の際みんなに言われるそれ。いや、いつもしびれませんよ。分かる。イベントは分かる。そっちの方が助かるよね、皆さんの持ち物も減って。なあ、お出かけなう、ありがとう、楽しんできて。チリリリン、チリリリン、見える人ちゃう。なるほど。え、何を持ってってよくて何がダメかみたいな。ガチャピンが気になっちゃう。めっちゃ気分悪そうなんですよ、ガチャピンさん。一眼で撮影できるとか、あー大事だよね。一眼レフ重いやろ。うん、こんばんは。ガチャピンどうしたら元気になるぞ。それはサラオンが書き換えること。あ、でも書き換えてもどっちみち同じペンで塗るのはダメですね。嬉しい、モチベにしてくれてありがとう。メール連絡で思い出したけど、ピューロランドの生写真の、ピューロランドの生写真って何ですか。そう、今日のお洋服はムックと、そう、しんちゃんとお揃いにしてみました。マグロさん、ぶどうありがとう、こんばんは。夜行バスで移動したりしてたから、カメラとか服とか詰めていくから余裕で2、3キロ。2、3キロか。さあ、ね、2、3週間行くときとかキャリーバッグね、19キロとかになるんですよ。めっちゃ重いよね。うん、キャリーめっちゃ重い。うん、2、3週間行くときのキャリーが重すぎて重すぎて本当に大変。うん、
テーマパークディズニーと USJ しか行ったことない。アスラモンはディズニー USJ もうないけど、スペースワールド、ピューロランド増えましたね。初めて行った。でもね、ピューロランド、あの会場しか見たことない他のとこ行ったことないから、実質あんまり行ったことないですね。遊んだことはないです。3週間とか、そうそう、俺なら荷物どれくらい持っていったらいいか想像でき、想像できんよね、普通に。わかる。サンリオのハッピーくじ、引いちょらんねん。どこで引けるんですか、コンビニ。お洗濯する、もちろん。ピューロで何すればいいのって。遊ぶんですよ、ディズニーみたいに。こんばんは。ピューロランド8の日がなかったら行くことあったかどうか。確かにそうだよね、そうだよね。でもいいじゃん、素敵な機会じゃん。みんな遊びました？あれね、これ聞きたかった。みんなさ、ピューロランドで遊びました？ちゃんと遊びましたか？確かにリュックだったら重いね。確かに疲れてね、その重い荷物きついよね。そう、服だけでいっぱいになるの。そうなの。USJ ね、確かに。いっぱい遊んだ？嬉しい、嬉しい。何しました？ピューロランドで皆さん何しました？聞きたい。そう、コインランドリーね、コインランドリーね。そう、コインランドリーもさ、一回さ、めっちゃするじゃないですか。600円ぐらいするじゃん。メルヘンな館内一回りしました。おー、最高、さすがです。そういうのも遊びたかった。ピューロランド見て回っただけ。わさぴさん変えた？ちゃんと変えた？めいっこちゃんにお土産。ゆうちゃんハートありがとう。かわいい歌舞伎を見ました。すごい、かわいい歌舞伎。お土産買った？喜んでくれた？何買ったと？みんなピューロランドで何買ったんですか？そう、ピューロランドで遊んでお土産買いたかったな。もう終わってすぐ帰りました。もう朝めっちゃ早かったです。朝めっちゃ早かったよ、ピューロランドの朝。もうね、6時何分か集合だったんですよ。だから5時起き。そう、8の日5時起きでした。ソラのお土産買えなかったんです。そう、遊ぶ暇なかった。もう終わったら帰ったので、ソラのお土産買えなかったんです。ピエン、初めてのピューロランドは楽屋とコンサート会場のみ。しかも楽屋に行くまでめっちゃ遠くて、そう、ステージからね5分ぐらいかかるんですよ、歩いて。めっちゃ大変だった。めっちゃ迷子になったりして。そう、館内広いからさ。そう、5時起きだった。ポチャッコのポチャッコグッズ買いましたって。あ、
ポチャコグッズをメイコちゃんに頼まれたってこと？ねえ、コーギビューンでしょ？ああ、ありがとう。94。そう、めちゃ遠くて、そう、4分5分ぐらい歩くんですよ。うん、しかも迷子になりそう。最初は迷子になってました。あのステージから楽屋までの道、最初全然わからなくて、みんなについていってるだけだったので、うん、本当に一人で行ったら、え、ここどこって感じでしたね。でも大丈夫、あのスタッフさんがわかりやすく教えてくれたので、わかるようになりました。レミがね、めっちゃね、迷子になって、あの電話かけてきて、そうで迎えに行ったら、途中にスタッフさんがいらっしゃって、で、どこ行くんですかって言われたから、いや、なんかレミが迷子になってるらしいので、あの迎えに行こうと思うんですけどって、でテレビ電話にしてくれちゃって、ここどう分かるみたいな、そんなの分からんくて、でスタッフさんに見せたら、あ、それはどこどこですねみたいな、私が迎えに行きますって言って迎え行ってくれた。そう、あ、ポチャックして、でもありがたいね。なんかさ、なんかわさっぴさんセレクトでさ、可愛いって思ったのを買って、はいってあげて、ポチャックが良かったのにとか言われたらね、悲しいもんね。よかったよ、ポチャックしてしてくれて。うん、お姉ちゃんの子供、いいね、いいね。家から電車で1本40分ぐらいで行ける、めっちゃいいね、楽ちん。あ、そう、紙がいろんなとこに貼ってあって、そう、楽屋こっち、ステージこっちみたいな、いっぱい貼っててくれちゃったけど、それでも迷いましたね、最初はね。途中からその張り紙をちゃんと見るようになりました。うん、通路がいっぱいありすぎてめっちゃ難しかった。乗り物とか乗りたかった、お土産買いたかった。うん、でも嬉しい、みんなちゃんと遊んでて楽しそう。私セレクターだと半魚道になってたかもって、めっちゃ面白い。それ絶対怒られるよ、あのポチャッコ好きからしたら絶対怒られるわ。うん、メイクちゃん何歳だろう、泣くかもね。半魚道可愛いけどね。でもシナモンとかじゃないっちゃ、うんね。せめてそうやね、ポンポンプリンとかね、マイメロじゃないとね。わさっぴさん、さすがだわ、いいとこ選ぶね。え、お姉ちゃんの子ども1歳心配しそう。今日は暑すぎる、わかる、めっちゃ暑かった今日。今日暑かったよ、めっちゃ。イエーイ、めっちゃ暑かったです。久しぶりに遠征したい。そうね、そうだよね。エイトのファンの皆さんは遠征したくてうずうずしてるんじゃないですかね。めっちゃ歩き回ってるって、1歳でさ歩き回ってるの想像したらキュンってなる、かわいい。自分が座った席、エアコンの雫が、なんて気が落ちてきて、少し冷たかったですって。頑張ったね、キムちゃん、ありがとう。
秋になってほしい。それも夏がいいです。ローソンの生ガツオチョコラ、これね、これね、美味しいよね。めっちゃ好き、それ。サーモンの好きなやつ美味しいよね。急に急に食べるの。遠征より旅行に行きたい。行ってらっしゃい。そうね、全国ツアーいいね。秋はマクドの月見バーガー、え、月見バーガーの季節か。早いね、めっちゃ早いね。月見バーガー、秋か、秋だ。もう1年経ったってことね、月見バーガーから。早いね。車買いたい、いいね。その前に仕事見つけたい、いいね。見つけよう。月見バーガーか、そんな季節か。月見バーガーってなんか何種類ありますよね。チーズとか。香港ライブ、そっか、なんか写真見たけど、あのあれでしたね、ビッグカメラとかの前なんか写真写ってましたよね。すごい、めっちゃ野外。サーモン月見バーガー食べたことあるってあるけど、あんまりサーモン月見バーガー食べたいってなりませんね。あのね、サーモンね、サーモン普段ね、普通にあの何でも食べれる時でも、あのあれなんですよ、月見を好まんっちゃは。そうだからね、月見バーガー、秋イコール月見バーガーっていう頭にそろのはなりませんね。まあ画像、みんな秋イコール月見バーガーですか。月見バーガー絶対食べたいって感じですか。サウンは食わず嫌いが多いイメージ。普段、まあでもまあ当たってるかもしれんけど、でもね、月見バーガーの月見いらないんですよね。月見いらないんですよ。マックで何食べるのって。マックですか。マックはね、マックは、あ、本当はあ、普段だったら好きなものね言うと、朝マックならホットケーキで、普通だったら照り焼きバーガーかチーズバーガー、ダブルチーズバーガー、チーズバーガーとかが好きですかね。あれも好き。あれ美味しかった。ダブチとかトリチとかチキチーも好き。辛ダブチとか、なんだっけ、辛いやつ、あれも好き。チキンバーガー、12月はグラコロ、みんなそうよね。チキンバーガー、その秋イコールチキンバーガーじゃないんですよね。月見にあんま惹かれない。一緒。ちなみにグラコロもあんまり惹かれません。でも美味しそうってなるけど、なんかグラコロって感じですね。どういう感じってね。秋はサンマとなし、いいね。サンマとなしね。うん、なし、確かに
柿と梨かな。柿と梨、うん、ハンバーガーは目玉焼きより肉が多いのが良き。あ、そう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 、そういうことよ。普通のバーガーしか食べます、ほとんど食べません。わかる。そういうのもマックやったらもう普段食べるものって感じですね。まあ、チャレンジはしたりするけど、あ、そう、でもね、なんだっけ、なんかさ、チキチーみたいなさ、なんか、え、体はうちかな、なんかチキチーのカレー、辛いやつ、あれも好き。なんだっけ、カラチじゃなくて、なんだっけ。ハンバーガー2個。ハンバーガー2個。いや、ハンバーガー2個やったらさ、夜のさ、あれがいっちゃない、なんか、2倍みたいな。秋は栗とさつまいも。ああ、それもあるね。劇場公演前に時間があるとマックにあります。マックあるんですか、近くに。毎年月見バーガー食べてますって。月見バーガー。秋行こうよ、月見やっちゃう。サーモン、ピクルス食べれる。あ、ピクルス抜きます。あの、ピクルス抜きでっていうか、チーズバーガー。チーズまんじゅうじゃない、チーズバーガー。それかもう家族にあげる。取りますね、取り外します。ダブルチーズバーガーの夜マック、確かに4倍、うん、違う、2倍、4枚になっちゃうね。4枚になるっけ、あれ。ソーセージエッグマフィンが好きだから基本朝マック行くことが多い。そうだね、ソーセージエッグマフィンじゃなくてね、それやったらソーセージマフィンがいい。本当に卵いらないんですよ。あれ、卵はさ、半熟がよくて。そう、あの、なんか、目玉焼き許せないんですよね。半熟がいいんですよ。さ、劇場の近くは2カ所マック。そんなにあるとすごいね。さすがだ。ピクルス美味しい？まあ多分今日食わず嫌いですよね。そう、目玉焼き許せないんですよ。あ、目玉焼きですよね。あの目玉焼きそらの許せんくて。だから月見もあんまりいらないんですね。月見ってさ、絶対にあれ入ってるやん。そう、半熟じゃないから嫌なんです。だから半熟やったらです。あのね、私ね、卵めっちゃ好きなんですよ、正直。半熟卵とかめっちゃ好きやから、なんかうどんとかにさ卵入ってるのめっちゃ嬉しいし。でもあの目玉焼きは許せないんですね、半熟じゃないから。だからあれが半熟だったら、そのあの月見バーガー毎年食べますね。けど半熟じゃないので。半熟じゃないですよね、だって。そう。マックさん、サーモンのために半熟卵をね。そうなんですよ。ねえ、赤の服かわいい、嬉しい。半熟でって言ってもさ、無理やろう。だってさ、その場で焼いてるんかな、あれ。わからんけど。あ、焼くか。大変じゃない？マックってお客さん多いのに。サウのわがまま言っちゃったら大変だよ、困らしちゃう。マックさん優しいけどさ、困らしちゃうよね。半熟出したら売れるよ。いや、待って、サウのが言っていいことじゃないけどさ、半熟出したらもっとファン、いやでもさ、もっとファンの方増えるって思ったけど、今のも月見バーガーでめちゃくちゃ月見バーガーファン多いので、月見バーガーファン多いじゃないですか。だから半熟にしたらわからんよ。だからさ、両方売ればいいんですよ、両方売ってほしい。半熟
ね、両方なんか選べたらいいのね。超わがまま、超わがままやけど選べたらいいなって思います。半熟といつものと。そう、固い目玉焼きサランを使う。あー、まあ汚れそう、確かに。あー、まあ食べにくいか。お家で食べてくださいって。いや、ダメだ。あの、箱にすればいいんです。箱にすればいいじゃん。ビッグマックみたいな。そうなの、まだビッグマック、手にしたことない。手にしてみたい。憧れるんですよ。ハンバーガー感あるじゃん。カズ兄さん、お餅、ありがとう。団子？お餅？え、マックの偉い人、見てたら怖いね。こぼれてくるから硬いのか。まあ考えてますよね。目玉焼き何かける？みんなは何かける？さんは目玉焼きは醤油一択。ナッツンさん、お花ありがとう。箱食べにくい？でもさ、半熟やったら箱がいいじゃん。まあ確かにね、箱手使っちゃうよね。え、お餅？お団子？え、どっち？団子かな？あー、箱だと単価が高くなりそう。あー、じゃあ何がいいんですかね。でも半熟がいいじゃん。ソース？ちょっと待って、ソースって何よ。ケチャップ、待って待って、ケチャップもソースも初耳。醤油と塩しか聞いたことないわ。大きいハンバーガー箱に入って、でレタスがこぼれまくりやったから紙で包んでってお願いした。目玉焼き、あ、それはさ、焼くときじゃない、塩コショウは。じゃあノーマルってこと。醤油とソースで気分変える。気分で変える。ご飯の時はお醤油、パンの時はソース。パンの時はソース。あ、そういうことか。パンの時はソース。パンの時はさ、パンの時パン、パンだったらさ、塩コショウにチーズとか乗せたら美味しいんじゃない。ね、塩派の方いるのは、なんか前、めっちゃ前にショールームで見かけた。たこ焼きお好み焼きソース、面白。塩コショウだけってことは、塩コショウをかけて焼くじゃないですか。でそのままってことね。それはありかも。ウスターソース、まあでも合うか。普通にカズ兄さん、これなんだっけな、笹の木？違う、あ、違う違う、間違えた。笹の木絶対違う。待って、稲かな。稲、ありがとう。なんだっけこれ、猫じゃらしでもないし、稲かな。ご飯の時は卵焼き。どういうこと？食パンに目玉焼きのせるのはマヨネーズとチーズ。やっぱチーズか。目玉焼きパンの時はたまにマヨネーズかけます。あ、パンの時ね。そっか、みんなマヨネーズか。あ、すすき、すすきか、ありがとうすすき、あれすすきか。ご飯の上に目玉焼き乗っけて醤油かけるのさ。あ、わかる。もう卵かけご飯最高だよね。好き。そうなの、それが一番好き。すすきか。パンの時は目玉焼きで、ご飯の時は卵焼き。あ、焼き方ね、そもそも。そういうことか。あ、パンの時は目玉焼き。ご飯の、ご飯の時は
え、ご飯の時は目玉焼きやない普通。え、パンの時が、パンの時も目玉焼きどっちも目玉焼き。お弁当、お弁当が卵焼き。サーモンが好きです、ラブ。佐々木、読めました、読めました。鈴木、東京に卵かけご飯の専門店。行きたい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 、連れてどこにあるの、連れてって。卵焼きといいね。国陽さん、鈴木ありがとう。鈴木、鈴木っていいね。鈴木、鈴木いいね。ご飯の時は卵焼きとウインナーとお味噌汁。あー、ザ朝食。やす1983さん、ぶどうありがとう、お疲れ様です。そうね、卵、卵ってね、卵ってさ、素晴らしくない？めっちゃさ、お料理のレパートリーすごいね、広がるよね、多いよね、いっぱいある。卵料理っていっぱいあるくない？卵っていいよねって、うんまた読んじゃった。最近卵焼き、卵焼き？すごい上手に巻けてる。祇園の佐々木に行きたいです。めちゃくちゃ美味しい料亭。へえ。祇園、祇園、祇園。京都？どこ？そらのに卵焼き作った？最高。ちなみにどんな味？あ、京都だよね、ギョン。ねえねえ、みんなさ、卵焼きどんな味が好き？どんな味が好き？ショールーム聞いたら眠くなってきた。ダメ。ダメじゃん。みんな、卵焼きといえば何味ですか？俺の中で卵焼きとゆで卵ブーム交互に来る。え、最高じゃん。あ、白太郎砂糖。おお、いいねいいね。自分が知ってるのは TBS のあたりの地下と羽田空港の第一ターミナル。え、待って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 。あ、あるかも。あるね。確かにある。あ、あるわ。え、待って、あれ親子丼じゃない？あ、卵かけご飯かな。あれ？家族子だよね。マックの近くじゃない？マックの隣ぐらい。だし、だし巻き卵。なるほど。え、お弁当もだし巻き卵がいいってこと？そういうこと？卵焼きは砂糖と白だしと水。へえ。やっぱ家庭によって違うよね、こういうの。え、甘い系と辛い系どっちが好き？だし巻き卵は白だし。へえ、そうやっちゃう。だし巻きに大根おろし。日南の厚焼き卵食べてみたい。おー、いいねいいね。妻の作った家庭の味が好きですめっちゃ面白い。うん、夜ご飯なんだろう、わかんない。さあの、ご飯のお供なら辛い系。そっか、辛い系か。まあ辛い系もさ、確かに美味しいけど、卵焼きといったら甘い系じゃない？甘い卵焼きじゃない？そんなことない？え、じゃあお弁当に入ってる卵焼きは何味が好き？卵焼きは完全にクックパッドのまま。
宮崎なんでも甘いのって、そうなんね。待って、宮崎なんでも甘いの、そうなるかもね。で、醤油もさ、お醤油も甘いやん。で、うどんの出汁とかも多分甘いやん。で、卵焼きも甘い。おばあちゃんが作る卵焼きめちゃくちゃ甘くて美味しくて、美味しかったんだけど、そう、だからマミが作ってくれる卵焼きも甘いです。とても甘い。サオンはちっちゃい頃から甘い卵焼き、卵焼きといえば甘いって感じです。でもちろんなんか普通のなんかさ、具が入ってるような卵焼きとかだし巻き卵も好きやけど、一番好きなのは甘い卵焼き。マミが作る卵焼きが一番優勝。甘い卵焼き好きよね。じゃあ宮崎そうかも。関西はだし、お刺身の時は宮崎の醤油いい。ああ甘いお醤油ね、美味しいよね。刺身醤油。近くの商店街にテリー伊藤さんのお店があって、卵焼き何回か食べました。いいね。砂糖入れると、あ、焦げやすいってことね。確かに焦げちゃうよね。今からだし巻き卵を作る、いいね、ちょうどいい、ナイスタイミング。デパ地下の中華いいね、最高。サーモンは分かんない寝てもいい、ダメに決まってるやんダメに決まってるやん。ソロンが寝て許すと思う？ダメ。ソロン許しません。ゆうちゃんハートありがとう。築地とかのお店の卵焼きってやっぱり感動するくらい美味しいかなって。食べたことないもんな、行ってみたいね。築地市場もなんか海鮮とか美味しいって言わん？なんかそういうところも食べてみたいね。ガチで飲みたい。もうねダメだよ、今寝たら朝まで寝らんといかんくなっちゃうよ。サノアイロン持ってきたのに、アイロン使わなかったので今片付けました。アイロンサロニア。あくびが止まんない。ダメですね、この時間にあくびをしていては。でも小学生ぐらいはでももうすぐ寝るかもね。サーモンって卵アレルギーじゃないですよ。まあでも疲れてる時にめっちゃね卵を摂取したらブツブツ出ちゃいますね。それはあるかも。お寿司のネタで卵は食べますか？あ、好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き。そう、卵美味しいよね。築地は海鮮食べたいね。案外買ってみても普通って気もするけど、卵焼き買ってない。あー卵焼きね。いや卵焼きってね、いやまあ卵焼き、まあ美味しいところいっぱいあると思うけど、卵焼きってきっと家庭の味が一番美味しいよ。うん、そういうもん。そう、あ、マヨネーズは嫌いです。よく知ってるね、嬉しい。モンテビアンコさん、嬉しい、覚えてくれてるんですか。マヨネーズ嫌いですマヨネーズ嫌いやけど、でもたこ焼きとかなんかソースの味の方がマヨネーズに勝つものだったらかけれます。
京香さん隣ですよ。上か。あ、ツナマヨ嫌いです。ツナマヨ嫌い代表になれそう。でツナマヨは絶対一生食べることないと思う。そらの、うん、もうだって給食とかないじゃないですか。そらの一生食べることないよツナマヨ、きっとね。そらのが家庭を築いてもきっとツナマヨは出てきません。いやでも、いやツナマヨは出すかもしれんけど、いや出らんかも。やばい、ツナマヨ嫌いにさせちゃうから、ちょっとツナマヨは出しますね。でも匂いもダメなんですよね、ツナマヨそもそも。サーのマヨラーじゃないよ。マヨネーズ、卵の黄身とお酢と油でできてるから意外といける。うーん、なんかね、たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、うん、とかにはかけれるんですよ。けど、なんか普通になんかマヨネーズを何でもかけちゃうみたいな、もう無理です。ご飯にマヨネーズなんて無理ですね。家庭の味が一番おいしいよね。そうなんですよ。人生そらも損してないです。だって21年間くらい生きてきた中、21年間か、うん、生きてきた中でそらのあのマヨネーズ嫌いで後悔したことないですもん。うん、卵焼きにマヨネーズ、あー、まあ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 、家族はかけますね。確かにサーノは許せません。サーノは卵焼きにはケチャップかけるのでね。え、サーノね、マヨネーズより圧倒的にケチャップが好きなんですよ。ケチャップ、うん、マヨネーズ食わず嫌いじゃない、うん、大嫌い大嫌いでもないけど嫌い、はい。3年間嫌いと言い続けてるので家庭からツナを、え、ツナを排除しましたって。本当？ツナマヨ排除してください、マヨネーズもついでに、うんうん、マヨネーズも自分で作れば家庭の味、あ、そうね、作ろうって思いませんよね。え、だし巻き卵できたと？早くない？篠太郎、主婦やん、嬉しい。卵焼きにケチャップとオムレツ、オムレツじゃないよ。卵焼きはそのまま食べるか何もかけずに、あのあれです、ケチャップかけます、どっちかです。マヨネーズは許してくれて、さすがに無理そうだよね、マヨネーズ好きな方はね、たまんないよね。まずお母さんの卵焼きは一番最高。ツナ缶は必ず常備してます。そう、ツナ缶は保存食です、うん、って言うよね。まあみんな好きだよね。卵焼き作るときにマヨネーズ入れると、あ、なんかふっくらなるみたいな感じじゃないそれ、うん。卵焼きにツナ、もう絶対ありえません、サラモン食べれません、それそれ出てきたらサラモン残します。うん、サラモン本当にマヨネーズとツナ嫌なんですよね。え、ツナが特に嫌いですね。ツナマヨおにぎり絶対食べれません。え、ツナマヨおにぎりのね、もう香りもダメなんですよ、そらの、そもそも。もう香りからツナアウト、うん、普通でも、普通でもね、そう、今はもっと無理だろうけど。え、お寿司のマグロはめっちゃ好きよ、マグロは好き。え、だから変わってるねって言われるんですけど、変わってないよってなります。あ、そう、エビマヨも嫌いですかわいそう、エビ好きなのにエビマヨは無理です。そう、え、マグロ大好き、マグロ大好きなの。なんでね、なんでだろうね、
素直になるとダメですね。ツナマヨ一瞬ドハマり。飽きちゃうよね。確かに食べ過ぎたらさ飽きますよね、好きなものって。でもさ、その時はめっちゃハマってるから食べたいよね、毎日。ツナを排除したら妻が出てきました。めっちゃ面白い。サーノンがいるからいい。そういうこと。でもそうよ、サーノンがいるからいいじゃないですか皆さん。キュウリ嫌いで食べれない。キュウリ、キュウリね、美味しいよねキュウリ。そう、ツナ缶飽きない。ほんと一時期オムライスめっちゃ食べてた。ソラノの好きなもの嬉しいよ。やばい、オムライスが食べたい。オムライスとバイバイしてもどれぐらい経つかな。サーノンでもね、あの普通のお料理が食べられない分甘いものが食べれちゃうので今困ってます。マグロいけるのになぜにツナはいけない。調理法やない？そっちかーい。共通点だわ。ねえ、そうオムライス大好きなんですよ。ナポリタン、あいいね、ナポリタン。ナポリタンね、ナポリタン。オムライスいいな。そっか。サーモンはでもツナは食べれませんね、どうやっても。あのマカロニサラダとか、ポテトサラダ絶対食べれません。それも卵いけるのにそう、マヨネーズダメなんですよ。古びた喫茶店のオムライスが好きで、わかる、美味しいよね。え、神戸に私が好きなオムライスがある。え、わさっぴさん、なんで教えてくれやったと。なんでサーノンに秘密にしてんの。サーノン行きたい。そこサルトビ仁左衛門さん、だるまさんとすすき、ありがとう。ツナなら無理して食べなくても大丈夫。ほんと、じゃあ食べません一生。サーノン何歳になったらさあれですか、ツナまで食べれると思いますか、それとも一生食べれないと思いますか。どうだろう。でもさらのあれ食べれますよ、ちくわの中になんか入ってるさ、ねえ、なんかさポテトサラダじゃないけどさ、なんか入ってるやん、ちくわになんかそういうお料理あるじゃないですか、あれは食べれるんですよね、なぜか。今度連れてってくれる、嬉しい。サーノオムライス屋さんやるって話はどうなったんだろうか。カズ姉さんがさやるって言いよったやん。オムライス屋さんどうなったの。そう、カズ姉さんがさオムライス屋さんじゃなくて、でもバーって言ってたよねこの間、だからびっくりしちゃったよ。ツナマヨ食べたことはあるのって。ツナマヨですか、多分あるんじゃない。あ、ツナマヨねあるよ。あのね、ちょっとあんまり話せない、あんまり話したくないだけど、あのね4歳ぐらいの時に、給食でね、4、5歳の時に給食でツナマヨのパンが出て、そうもうリバースしちゃったんですよね。そう、だからもうちっちゃい子からダメなんですよ本当に。
なんかめっちゃ給食を確認するようになりました。そっからもうなんかツナマヨがだから出る日は行きたくないってめっちゃ言ってました。今日は行きたくないってめっちゃ言ってました。35歳、ああまだまだやな、15年ぐらい。日本橋の有名なお店、タイメイケン、オムライス美味しい。タイメイケン、タイメイケン。ねちょっとメモしたいわ。タイメイケンね。オッケー。メモする。タイメイケン。日本橋どこ？日本橋。ああ、字間違えた。いっか。タイメイケン。オムライス。あ、いや。オムライスにデミグラスソースかけて食べると美味しい。わかる。美味しいよね。ツナマヨ食べないならずっと無理じゃないって。うん、無理ですね。俺がずっと、レーズンずっと食べない。なんでレーズン？レーズンはいけるよ。そういうことよね。でもみんな逆だよね、きっと。オムライス、あ、間違えた。カラオケバーでサーモン缶オムライス出すかのレシピよろしく。ああ、オムライス屋さんじゃなくなったってことね。なるほど。すごい。そう、給食にね、出てきたんですよ。毎日通ってくれる？本当？飽きませんか？東京駅八重洲口の方です。ああ、わかるかも。北極星。美味しそう。何それ。美味しいオムライスが食べたいなら、俺が愛を込めて作ってあげる。おー、最高。ハートも書いてあげる。絶対美味しいね。サーモンも絶対食べたことあるはず。本当に？本当に言っちゃおう。わからんよ。ないかもよ。明太クリーム丼。美味しい。美味しそう。大阪は北極星。大阪は北極星ね。さあ、めっちゃ適当な字でメモしてますよ。ちなみに。めっちゃ適当な字で。見て、めっちゃ適当。なんか注文みたいになっちゃった。明太クリームうどん屋うどん。そうのめっちゃ汚い字でメモしております、今。たいめいけん。めっちゃさ、これ注文取ってる人風やない？セブンで売ってるキリッと果汁マンゴー&オレンジ美味しいから今度買って飲んでみて。美味しそう。マンゴー&オレンジいいね。美味しい、絶対。1時間経過。ありがとう。なあ。お姉さん、ツナマヨおにぎり1つくださいって。ツナマヨおにぎりですか？嫌です。本日売り切れましたとか言って毎日売り切れ。 毎日売り切れ。サーノンのお店ではツナマヨおにぎりない。1日分のビタミン摂取できる。あ、オレンジ&マンゴー。すごいね。オムライスください。張り切って。唐揚げください。いいですよ。唐揚げは4分ぐらい揚げればできますかね。4分半ぐらい。5分ぐらい。オムライスにハート書いてください。いいよ。
何でも書くよ、オムライスにね、何でも書きますよ。ダメ、騙されたと思って飲んでみて。え、絶対美味しい、絶対美味しい。うん、こんばんは。わっ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 わ。うん、サーロンに注文していいなら夜ご飯食べんかったらよかった。そうね、どんばい。サーロン何作ろうかな。今週は土曜日までお仕事、頑張って応援してる、頑張って、うん、土曜日でさ、今日月曜日だよ。月火水木金土日、あ、いやいや、月火水木、じゃあ6日間、6連勤、頑張って、6連勤、きついね。サーノの配信見て元気出す、やったぜ、元気出してください。24日オンラインホラー司会もあるしね。でも24日ってまだまだかも。明日のお昼にお寿司の配達お願いしよう。え、お、あお寿司ですか。余裕、余裕ですね。毎日お仕事きついよ。休んでる、こんばんは。そっか、そうだよね。でも農家さんとかって24日仕事やけど休みます。え、ありがとう、お休みありがとう。仕事合間でも全然いいよ。うん、そうだよね。農家はね、農家さんはお水あげたりねするからね、大変だよね、手入れとか。10月7日もお仕事休んで武道館行きます。やった、武道館。7日は新チーム、え、新チーム、カップリングリクエスターはゆきりんさんのプロデュース公演ですかね。頑張りますね、頑張りますね。すっごい不安だけど、3公演すごい不安だけど頑張る。浜村っていう中華のお店、チャーハンとか、チャーハンとからしそば。からしそばって何ですか、すごいね、美味しそう。あきさん、すすきとくまちゃん、ありがとう。ね、きついよね、参考や。覚えられるかな、ちゃんと。ダンスと歌と、立ち位置と。心配だよ、その、とっても。うん。みんな会いに来てね。サロンを見つけに来てね。武道館で待ってます。アキさん、なんだっけ、これみんな。お団子、お団子ありがとう。お月見団子かな。あ、空のうちは見つけてねって。嬉しい、ゆうちゃん。頑張れる。見つける。え、どの辺かわからんよね。さすがに。どの辺かわかったら教えてね。
不安はファンの応援で乗り越えられるはずって、そう、本当にファンの皆さんの応援は力になります。見ていってくださいね。めっちゃ不安なんですよね、本当に。新チームも不安だし、全部不安ですね。そのうちは持っていきますって、嬉しい、待ってる。サーノめっちゃ不安なので、皆さんサーノの不安を不安を取り除いてください 無理なお願い そうなんで、ホテル生活するとめちゃくちゃなんか長い期間だと不安になるんですよね。もうちゃんとできるかなって。でも今回は本気でもっと不安、もっと不安。黒曜さん4983さん、すすきありがとう。やればできる、なんとかなるってありがとう。本当にもうなんとかなると思って頑張るね。心配あるさ、心配でしかないよ。え、本当？ショールームで話聞いてくれる？めっちゃ不安なんです、本当に。そう。チケットセンターの発券は直前の2、3日前。そっか。じゃあ2、3日前に発見したら皆さん席教えてください。でも、とは言ってもあれですね。武道館って360度ファンの方座れますよね、確か。え、違うっけ？だとしたら、どの辺かわかんないね。上手下手とかわかんないね。ステージ形式のに、そっか、ステージ形式によるか。そうだね、確かに。席わかんない。そっか、お相手の方がわかる感じか。頑張ります。789ですかね。ステージの後ろは客席も置けない。あ、ってことは真ん中じゃないってこと？ステージ。真ん中と思ってました。わかんない。360度あれかと思ってました。どんな感じのステージなんやろ。全く想像つきませんが、まあ、楽しみにしてます。そうね、レッスン始まったら頑張りますね。黒曜さん、お団子ありがとう。団子、お団子、お月見団子ありがとう。そんな感じ、どんな感じよ。789の武道館コンサート行くので、最新のサロン、3日間？嬉しい、心強い。最新のサロンのうちは持って応援するねって、嬉しい、楽しみ。武道館サウナも初めて行きます。初めてだからめちゃくちゃ緊張しますし、もう本当に不安、不安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 です。そう、不安ですね、とても。頑張ります。なので皆さん会いに来てください。見守ってください。フランフランじゃないわ。ファン、不安 不安、ちょっとわからなくなった。不安。サーモン緊張するんだねって。不安だから不安なんです、とにかく不安。
ても不安なんです。そう、いつも以上に不安だってさ、3公演あって、しかも新チーム、そうね、新チームまだ馴染めてないのでめっちゃ不安です。うん、だってみんな仲いいじゃないですか、きっと。うん、なんか今回の東京オリンピックでリニューアルすごっ。え、じゃあ最新の武道館ってこと？みんな不安。そうだよね、3公演もあったらみんな不安ですよね。うん、コンサートの感覚が少しでも空いてたらいいのになって。あ、席の感覚ってこと？タンタンタン、180度。あ、じゃあこうか、いつも通りってこと。俺も仕事頑張るからさ、オムレツ頑張ってね。ありがとう、頑張りますね。うん、柔道と空手競技に使われた会場。ああー、武道館ですもんね。武道館ですもんね、確かに。そうですよね、そういう系のスポーツですよね。うちわとタオルどっちが分かりやすいって。え、どっちもね嬉しいっちゃうけど、うちわかも。え、でもタオルも嬉しいんだよね、めっちゃ。どれも嬉しいけど、え、うちは見つけやすいかもしんない。うん。コンサートの期間が少、あ、コンサートの期間ね。確かに、確かに。あ、そういうことね。え、ありがたい。そう。確かに。3公演だとね、毎日ってなっちゃうもんね。もうサーノもそういう、思ってます。はい。サーノは何の競技ができる？スポーツスタッキング？うん。あ、そうそうそう、おしさいの色決めたくて。そうね、オレンジとピンクがいいんですよね、空の気分的には、気持ち的には。うん、オレンジとピンクがいいけど見づらいですかね、どうなんだろう。え、でもまだ決定ではないですけどね。うん、オレンジとピンク好きですね。だってオレンジと赤は絶対見にくいっていうか見分けつかなさそうじゃん。オレンジとピンクって思ってる？本当？武道館一番最初にコンサートやったのはビートルズさん。すごい、ビートルズさん名前知ってますよ。うん、名前はわかります。ビートルズさんっていうグループ名は知ってます。有名ですよね、とっても。え、今までオレンジとピンクで問題なかったやろって。え、今までね、まだね 1,2 回しか指定したことがないのでね。そうなんだよね。オムライスは黄色と赤です。オレンジとピンクかわいいよね。待って、オレンジとピンクだと、あ、そう、これでね、ほら、オレンジと赤はさ、ちょっとわかんないじゃないですか。うん、ほら、オレンジとピンクどうですか。あ、これもわかりづらいのかな。かわいくない？めっちゃ可愛くない？可愛いですよね、可愛いですよね。
れも可愛いけど、これとこれも可愛いけど、これ可愛いですよね。なんかうん、可愛いな。まあ水色入ってたらパキッとはするけど。マキーさんペンライトありがとう。オレンジと赤はね、そうだよね。オレンジと赤はちょっとわからんかも。難しいね。オムライス T シャツめっちゃ分かりやすいわ。うん、サウンちゃん下地はブルーです。見つける、嬉しい。かわいい、めっちゃかわいい、かわいいですね。ドマンさん、すすき、ありがとう。その色、ウェミくん、違うよ。違うよ、普通にね、好きな色。好きな色はね、オレンジとピンクと赤と青なんですけど、そう、難しいよね。オムティ、いいね。うん、うん、ドマンさん、タコさんありがとう。赤だこありがとう。ありがとうございます、嬉しい。うん難しいな。でも可愛いね。確かに見づらいけど、これも見づらいし、これかわいい。見づらいのかな、どうなんだろう。でも確かにこれとか分かりやすいよね、めっちゃ。うん、でもオレンジ入れたい。かわいいね。こんばんは。あ、うん、うん、大丈夫。ダララオレンジと青分かりやすい。ほんと青、水色、どっち。こっち、それともこっち。ペンライトに色フィルム貼って2色2本の特製作るか。すごい、そんなことできるんですか。あ、青、青分かりやすいかも。でもこっちなんか、ああ綺麗じゃない。でもなんかソロノッカンないですよね。わあ迷うわ、悩む。あ、水色でもいい、悩むなー。
い違いますよね。ああ、みんなの持ってるやつでね。確かに。あ。確かに識別難しいね。確かに。難しいな。あ、オレンジ2本。なるほど。オレンジ2本。オレンジとピンク。かわいい。けど、なんか、空の、だからなんか空入ってた方がいいのか、空の青が入ってた方がいいのかなとか思ったりするけど、オレンジとピンクが良かったりもするんですよね。とか赤を入れたいなって思ったりとか。でもオレンジ入れたいなら赤は諦めないといけないじゃないですか。難しい。オレンジとピンクが一番しっくりくる。わかる、わかる。そうですね、皆さん、うちわとタオルよろしくお願いします。探します。はい、チアとタオルね、めちゃくちゃ見やすいので。うちはね、めっちゃ嬉しいんですよ。うん、嬉しいね。見つけた時の喜びが本当に最高。あ、幸せってなります。はあ、来てくれてるってなります。そう、そうね、ピンクとオレンジがいいかもね。じゃあ本当に嬉しかったの、ありがとうね。応援ボード、嬉しい。ぜひぜひぜひ作ってください。あ、オムティめっちゃわかりやすいと思いますよ。はい、ソラノンとか書いてくれたのね。そう、めちゃくちゃね、嬉しいってなるんです。ソラノンファン来てくれてるって、ありがとうってなります。みんなでオムティ着ようって、イエーイ、オムティー、かわいい。サラのオムティえ、トンカッティ持ってんの？面白いね。トンカツティ、トンカツティ、かわいいな。一眼で2回くらいソラちゃん撮って、嬉しいよ、ありがとう。エイトの日とか1月のあの日 OK だったっけ、一眼。
ユニクロでオリジナル T シャツ作ったなって、サラの T シャツ。ユニクロさん作れるんですか、オリジナル T シャツなんて。何、初めて知った。オシティ着ていくって嬉しい。ぜひオシティ皆さん着てください。サロンの生誕 T とか着てくれたら嬉しいな。作れるの？すごいね。ユニクロ万能じゃん。すご。何でもできるんですね。T シャツも作れちゃうんや。すごい。名前とか入れられるんですか？かっこいいね。ソラノって書いてある T シャツ。すごい。そんなことできるの？ラブじゃん。すごいよ。優秀。優秀すぎる。すごいね。あんなにいっぱいものが売ってあって、なんか裾上げとかもできるじゃないですか。ヤス1983さん、めっちゃかわいい、ありがとう。んん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 こんばんは。すごいね。まるまる推し T シャツ。面白そうだなって。ん？誰推しなんて。あ、そういうこと？やだよ。晩ご飯食べた？いいね。何食べたと？あー、リボンさん、嬉しい。ありがとう。間に合ってる。そうだよね、みんなご飯の時間だったよね。ありがとう、来てくれて。冬美さんの愛してるティー最高じゃん。ぜひ来てください。生誕ティーとかね。煮物と炊き込みご飯とサラダ最高。いいね。炊き込みご飯、煮物、最高だよ。知り合いが何の T シャツ買ってきて、マジックでお絵描き。あ、真っ白 T？ 白 T？ 白 T かな。確かに白 T？ お絵描きできちゃうもんね。確かに。自分で描けちゃうね。面白い。確かに白 T 万能だわ。そう考えると。ユニクロでソラノの T シャツ作ろうかな。嬉しい。嬉しい。ゆうちゃん、ハートありがとう。変な絵？どんな絵よ。握手会場でお絵描きしてたってこと？面白いね、その方。すごい。最初さ、白 T で来て、白 T で握手して、その次にまた同じ子に次は絵を描いて来たら、めっちゃ面白くない？まるまる推し T、名前書かんってことやろ？ダメやん。書いてほしいやん。3000人ありがとうございます。テロップ書いてなかったわ。よし、書けました。他の T シャツ着てて、突然どこかで T シャツ買ってきて、
面白いね。スケブリ空の大好きって書こうかなって。嬉しいよ、大きく書いててね。ある9分の8時、ありがとう、教えてくれて。すでにさらってやる、嬉しいよ、ありがとうね、本当に嬉しい。晩ご飯ですか、まだですよ、そうのまだです。リボンさん、だるまさん、ありがとう。だるまさんが転んだ、え、だるまさんが転んだ、懐かしくない？転んだ転んだ転んだとかしてませんでした？押して2個あるけどどっちがいい？え、何と何ですか？何と何？押して何と何？何と何があるの？なんと何？何と何？赤のお洋服似合う。え、嬉しい。今日トマトみたい。なんか、ケチャップ。ケチャップ？トマト。ケチャップか。ケチャップみたいになっちゃった。でも、後ろに赤の絵があるのにちょっと映えてますね。すごい。下書きなくても綺麗に描く。職人さん。すごいね。すごい。なんかいいよね。なんか、一筆で。かけちゃう、何でもうまくかけちゃう方いるじゃないですか。なんか自分はなんかさ、下書きしてもヘタッピなのに、なんか毎回うまく書くよなみたいな人いますよね。あ、ウエミとふわふわ方言エクボ係、ソラノ、あー迷う、迷うな。どっちが目立つと思う？みんな。絵心ある人ね。サラも尊敬します、絵心ある人。なんでそんなデザインうまいんですかって聞きたくなっちゃう。そう、確かに上見がいいかもね。上見2文字でドドンって見やすいかも。上見ティーでふふ。あ、ウェミやな、ウェミやねーって。ぜひウェミでじゃあ来てください。なんかさ、白い紙渡されて、これにデザインしてくださいみたいな、何でもいいですみたいな言われてさ、めちゃくちゃなんか絵をうまく描いて、なんかすっごい可愛く仕上げてる方とかいるじゃないですか。めっちゃ羨ましいってなる。さあのは何書こうから始まりますね。うらやましいってなる、本当に。黒 T に白地で上見、わかるわかるわかる、上見ティね。ぜひ劇場で顔見したら、照れちゃうよ。紙渡されて自由にデザインしてって言われたら俺なら泣くわって。そうだよね、泣きたいよね本当に。デザイン苦手な方からしたらね、何書こうとなりますよね。サムもそういうタイプ。公式の T シャツね、嬉しい、たくさん着て。
いや確かにサロンもにやけちゃうかも、目あったら。踊ってるのににやける。にやけそう。タンタンタタン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 、まあT シャツね、嬉しいよね。なんかサロングッズとかさ、身につけたりさ、サロンT シャツ着てくれたり、うちわとか見つけるとすごい嬉しい、本当に。皆さんいつもありがとうございます。なぎささん、かわいいな。めっちゃかわいい。なんかさ、目がしゃぼしゃぼになってきた。みんな夜ご飯食べました？まだかな？食べた？実際どのグッズが一番見やすいって、うちわかな？うちわが見やすいと思う。うちわ見つけやすいわ。オムライス最高。これから何食べると？ビッグウチは10月7日までに間に合うか。さすがにさ、武道館グッズよね、それ。間に合うんじゃない？遠くて自分の写真のうちはわかる？めっちゃ遠くだったら、ちょっと難しいかもしんないけど、近くだったらめっちゃわかりやすいし、嬉しい。キフライとマグロのお刺身最高やん。海鮮いいね。ホッケとゴーヤチャンプルー食べた。健康的。好き、両方好き、ホッケもゴーヤチャンプルーも。サーロン視力いいの？あ、視力いいよ、視力いいよっていうかずっと A でした。サーロンは裸眼です。どう入ってない、カラコンとかつけても。眼鏡もかけたことないですね、今のところ。上の方とか遠くやったらスケッチブック、あ、確かに見やすいかもね。すごいなんか太く濃ゆく描いてくれたらいいかも。すごいなんか小さいとやっぱりさ、見えづらいじゃないですか。文字は大きくみたいなね。行く人は参考にしてって。来てよ、来てほしい。探しますね、皆さん。確かにコンタクトとね、眼鏡、確かに。確かに。しかもさ、なんか眼鏡やったら自分の度が変わるまでさ、その眼鏡で生活できるじゃないですか。でも、コンタクトのみの方はさ、コンタクト一筋の方は、
コンタクト毎日消費するから大変だよね。だってお仕事とかさ、学校行くときコンタクトの方はコンタクトつけんといけんやんね。大変、確かにかかりそう。何も持ってなくてももうすぐ気づいてもらえるくらい面白い人間になりたいって。最高ね。確かに。ああ、コンサートの時は逆にね、メガネかけんといかんってことか。なるほど。ミニオンシノタロウになるのね。まだミニオンってさ、普段でもメガネかけてないですよね。カズ兄さん、ブドウありがとう。こんばんは、皆さん。確かにコンタクト、毎日コンタクト入れる方ってさ、大変そう。でも慣れてるか、そんな入れるのに時間かかんないか。この間片目だけコンタクト取れ、取り忘れて過ごしてた。え、どういうこと？取り忘れてお風呂入ったってこと？コンタクトさ、つけたままお風呂入ったらさ、めっちゃ目に張り付いて痛くならん？取れんくならん？そういうの一回あるんですよね。カラコンを入れたままお風呂に入って大変な目に遭ったことあるんですよね。めっちゃ目が充血した。普段の生活はいけると。なるほど。なんかでもありますよね、字を読むときだけメガネをかけるとか、授業中だけとか、黒板の字見るときだけとかさ、なんか逆にそう、コンサートのときだけとか。あ、暗いと見えん。なるほど。時間かかっちゃうよね。お出かけの時だけコンタクト。あ、お家は裸眼ってことか。とかメガネとか。使い分けあるよね、きっと。あ、それ言おうと思った。車の運転の時だけかけるとかね。ありますよね。普段は支障ないけど、車の運転はみたいなね。リボンさん、ススキ、ありがとう。確かに車の運転で途中ぼやけたら辛いもんね。きついよね。車か。車の運転したかったな、今日も。お話し会の時はミニオンに似てるって言われてからかけてます。ミニオンに似ちゃった。めっちゃ似てたけどさ、ミニオンって普段メガネかけてませんよね。かけてるのもおるっけ。昼間はコンタクト、夜はメガネ。難しいよね。お家ではメガネとかね。蚊取り線香のギフトなくなった。なくなっちゃった。なくなっちゃったんだ。みんなに試されなくて済むようになったのか。本当にあれね、間違いやすいわ。ミニオン、ゴーグルかけてるっけ全員。ユキナとオミ配信してる。ユキナは何、ショールームでオミジが LINE ライブみたいな感じ。
LINE ライブってさ、無料なんですか？誰でも見れるのかな？でもなんか名前とか出そうだよね。え、来年になったら？蚊取り線香っていませんよ。あ、無料で見れるんや。名前とか出ませんか？何のイベント？何のイベント？あ、やっぱ名前出るんですね。誰々が見に行きましたみたいなね。見に行けないですよね。ああ、メガネにね、確かに。とかなんか曇っちゃったりね。ミジュのを見に行きたいんですけど、見れませんよね。名前表示されそうなので。なんか怖くない？ LINE ライブだし。LINE アカウントってことやろ？怖いじゃん。あ、マスクしたら曇る。篠太郎っていう名前で、めっちゃ面白いやん。え、そう、LINE ライブだからちょっと怖いよね。ちょっと怖いよね。そう、だから見に行けないんですよ。ショールームやったらさ、ね、見れるけど、でもショールームも最近ね、名前表示されるのでね、ちょっと見に行きづらいですよね。他のメンバーね、邪魔しちゃいそう。インスタライブやったことない、まだ。シノで登録してる？ LINE ライブ。あ、登録できるっちゃね。え、でもさ、そのなんか、なんかないんですか？お疲れ様です。お疲れ様です。LINE ライブすぐ名前変えられる？あ、アイコンも変えれるんですか？あ、え、ってことはさ、LINE のやつと LINE ライブのアカウント違うってこと？ショールームそう、同期とかだったらさ、いいじゃないですか。先輩のだったら見づらいよね。あ、海の配信はみんな名前とかアイコン変えて面白いことしてる。なるほど。あ、別？あ、じゃあ LINE じゃないんですね。LINE ライブって。確かに、でも LINE ライブっていうアプリありますよね。確か。ないっけ。あ、バレるとかない。あ、バレるとかないんだ。ないっちゃ。じゃあ LINE とつながってるってことじゃないってこと？ LINE と LINE ライブはつながってない？あ、アベメイツは17ライブ、ワンセブン、あ、ワンセブン、ん？ワンセブンライブか。ワンセブンライブか。17って言っちゃうわ。あ、じゃあ、LINE のアカウントと LINE ライブのアカウント違うってことね。なるほど。なるほど。理解しました。
じゃあ安心ですね。じゃあバレるとかないね、本当に。見に行きたいな。行ったことないんですよ。行ったことないんですよって普通にお家で見れる系だけどね。ああでもアプリ入れなきゃだよね。LINE の名前はこうき、 LINE ライブはしのってこと。あ、そういうこと。あ、 LINE ライブなんて登録しなくても見れるんじゃないのって。あ、そうなんですか。そう、最初17ライブって言ってたので、17ライブになったからめっちゃ違和感あるけど、めっちゃ最初変わった頃、17ライブに変わった頃めっちゃ教育されてました。17ライブって言わないように気をつけてください。SNS の名前自由だもんね。そう、ワンセブンライブ長いよね。こんばんは。篠太郎に改名。改名してくれんの？浩平さん篠太郎じゃないやん。亀之助やん。ワンセルブンライブってじゃあ誰でも見れるんですね。意外となんか難しいように考えてました。なんかさ、そういう何ライブ配信系ってなんか見に行くのに勇気いりません？ツイッターは本名に近い。そっか、みんな名前違うよね、いろいろ SNS によって。SNS もいっぱいあるもんな。いっぱいありすぎてね、難しいよね。サーノンが始めるって言ったら他も見るようにする。本当？その時はよろしくお願いします。見てください。でもサーノンはもうショールーム配信になれたので、ショールーム配信でいいです。やるなら、やるならって今もうやってるけどさ、今ショールーム配信確かに。ワンセブンライブさんね、最近見なくなりましたね。ゆうちゃんハートありがとう。そろそろ皆さんご飯食べますか？食べてない方はランキングを読んでいこうかなって思います。今どれぐらい配信してんのかな、そのランキング読みますね。あ、ご飯食べた？早いね。15分ありがとう。16分ぐらいかも。あ、もうそんなに？ランキング見ますね。じゃあ、めっちゃキリ良さそうなので、2時間で終わります。2時間経過？もう？あと5分ね。ん？どっち？じゃあ、2時間経過する前に教えてください。13位はリンリンさん。
ありがとうございます。あれ13位はリンリンさん、ごめんなさい、ありがとうございます。12位は赤さん、ありがとうございます。赤。11位は伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。10位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとうございます。9位は光一さん、ありがとうございます。8位はプラハタハさん、ありがとうございます。7位はヒデトさん、ありがとうございます。6位はショートさん、ありがとうございます。5位はわさっぴさん、ありがとうございます。4位はドバさん、ありがとうございます。3位はお誕生日も、カズニー。3位はカズニー、お誕生日まであと313日、ありがとう。2位はアキさん、ありがとう。そして1位はヤス1983さんでした、ありがとう。はい、まああと5分でありがとう。今日の晩ご飯は餃子と天津飯、めっちゃ中華、ザ中華って感じですね。ありがとうございます、皆さん見てくださって18分、ありがとう。それではそろそろね、終わりたいと思います。じゃあ2時間経ったら終わりますね。みんな今日夜見てくれてありがとう。お話し会4時も買い足すよって、嬉しい、ありがとう。皆さん今オンラインお話し会の第2次受付お申し込み中なので、皆さんオンラインお話し会待ってます。あとインスタグラムとツイッターもフォローしてください。それではいきますよ、せーの、そらろん、じゃんけん、じゃんけん、ぽい、ジョーキです。皆さんありがとうございます、ありがとう。ジョーキ、ジョーキ勝ちました。ありがとう。ということで皆さん今日も配信見てくださって本当にありがとうございました。この後はソラノは夜ご飯を食べてお風呂に入ってゴロゴロして、まあいろいろやって寝たいと思います。はい、みんなも夜ご飯しっかり食べて、台風気をつけてくださいね。皆さん台風九州まず接近中なので、九州地方の方は特にまず今お気をつけください。そう、どんどん上がっていくと思うのでね、雨風強いと思うので皆さんお外に出るときはね本当にご注意ください。うん、ありがとう。サノも気をつけますね。風、雨風強くなってきたよね。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとう、みんな。おやすみ。バイバイ。関東は台風大丈夫そう。大丈夫そう？本当に？気をつけてね、みんな。それでは、おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。